はい、それではもう間もなくになります。千代田工科芸術専門学校、漫画家の恒例の漫画史跡巡り、いよいよ最後の見学地がこと常盤荘になります。漫画の発祥の地とも言われておりまして、漫画家を目指される方々が必ず一度は訪ねられるというのが常盤荘です。これがかの有名な常盤荘でございます。表向きは僕も思ってたほどに綺麗なんだよね。ちょっとね、もっとね、もうガタガタでね、もう本当もう壊れそうな感じだったの。ちょっとがっかりしたんだけどもね、ちょっと美しすぎて。これだったらあなたたちのほら住んでるアパートとそんなに変わらないでしょ。独身でね、地方から出てきた人なんかは。漫画の神様、手塚治虫先生。ドラえもん、ドラえもん、ほんわかぱっぱ、ほんわかぱっぱ、ドラえもん。二人で一人、藤子不二雄。漫画の申し子、石森章太郎。今晩のおかずはとかずだ。ギャグの王様、赤塚不二夫。少女漫画のパイオニア、水野秀子。そして常盤荘には寺田裕郎、鈴木伸一、森安直也、横田徳男、ほかに永田武丸、角田次郎、永谷邦夫、横山貴雄、漫画家の卵たちがいつも集まっていました。あの常盤荘が近く壊されると聞き、僕たち藤子不二雄はたまらなくなって20年ぶりに椎名町を訪ねました。昔のままのギシギシきしむ階段を上がると、正面にトイレ、その横に共同炊事場。手塚先生、寺さん、石森氏、赤塚氏、みんなの部屋が変わらずそこにありました。僕たちは一瞬25年前に戻ったような気がしました。漫画ブームは今、僕たちにも予想できなかったほど広がっています。若者は文学や映画や音楽に対するのと同じように漫画に接しています。色紙に漫画書くっていうのは間違ってるんだよ。日本だけなんだよ、こんなことやね。色紙っていうのはだいたい文字を書くためにありました。常盤荘にいた頃は全くの新人だった僕たちも、気づいたら
漫画家としてベテランと呼ばれるようになっていました。後ろの方すみません、ちょっと下がってください。はははははぐにゃ虫虫だだだだだだどどどどどどでで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 、これなんですね。これが面白いんです。何の漫画ですか？柔道漫画。森保直哉、田舎を舞台にした牧歌的な漫画を描かせたら彼の右に出る者はいませんでした。しかし彼は今漫画を描いていません。一般人の給というのは非常に少ないわけなんですね。ああ結局45から60ぐらいになりますと、はいはいうすね、もうこうなってきますね。それはいいんじゃないかと思いますね、はいはい、けどもやっぱり免許がいりますね。あ、これなんですね。もう延期してくるんですよね。そうなんですね。楽天的で明るい性格の彼は常磐荘の住人の中で一番の人気者でした。いろんな会社の事情を勉強していただかないと10年からの転職というのは厳しいですね。サインください。え、払います。電車来るところで僕たち藤子不二雄は2人なのです。背の高い方が藤本博士、眼鏡をかけているのが阿鼻子元を、二人合わせて藤子不二雄なのです。どうももらったもらった。僕たちは子供の時からずっと一緒に漫画を描いてきました。全くの他人同士だった僕たちが漫画を通じて知り合い、40年近く一緒に漫画を描き続けていることに僕たちも人生の不思議を感じます。あ、そうかね。終戦後間もない頃、僕らは富山県高岡市の中学生でした。その頃、漫画少年という少年月刊誌が発行されました。漫画少年が他の少年誌と違っていたのは、読者の投稿漫画に多くのスペースを割いていたことです。僕らの世代の漫画家で漫画少年に投稿しなかったものはほとんどいないでしょう。当時入選の常連で番付表の西の横綱を張っていたのは新潟の寺田博夫です。僕たちも初めて入選して作品が載った時の天にも昇るような嬉しさは今でもはっきり覚えています。僕たちより少し遅れて小野寺翔太郎、後の石森翔太郎、赤塚不二雄の作品もしばしば登場しました。漫画少年のもう一つの楽しみは、なんといっても手塚先生のジャングル大帝でした。手塚先生こそ今日の漫画ブームを作った偉大なパイオニアです。もし手塚治虫の漫画を読まなかったら、少なくとも僕たちは漫画家には絶対なっていなかったでしょう。漫画が漫画の革命と言われるわけは、初期の作品にはっきり現れています。
漫画でアクションのみをこのように追求した例がかつてあったでしょうか。また真空中を進むロケットの下から地球が次第にせり上がってくる緊迫感、動かない絵が動き音のない紙から音が出る、これはまさしく紙に描かれた映画でした。そしてこの方法は漫画にあらゆる可能性を与えたのです。イエーイ、漫画家になるぜ。昼も夜も漫画ば描いて描いて描きまくったっちゃけ。尊敬する先生の漫画も食べても見たし、いただきます。うわか、鼻も噛んでみました。鼻も。そしてついにやってきたんだ東京へ。手塚賞の選考会が開かれています。今回も200を超す応募があり、今その最終審査が行われているところです。ストーリー漫画の手塚賞、ギャグ漫画の赤塚賞、さらに毎月行われていますフレッシュジャンプ賞も漫画家になるための登竜門です。部長さん、お客様、万歳しようね、万歳。はい、万歳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 。よし、えらいえらいえらい。あれ、あそこじゃないの、今日。あそこじゃないの。まだだよ。面白い椅子がありますね。これ何ですか。これはね、心臓を強くする機械なんだよ、本当は。心臓が弱いんですか。弱いんだよ。全部で何本ぐらいあるのかしら。何本だろう。数えたことないけど。何本あるの。あの仕事してるでしょ。だから撮っておいてもらうわけ。全部映画ですか。まあ映画もあるしね。それからドキュメンタリーもあるし、まあいろんなのありますけどね。部屋の中へ入って瞑想にふけろです。お一人で。そうよ、一人でも入ります。子供が遊んでんじゃないの。お酒なんか入ってるわ。ほらお酒がまたうまくなるんだよ、入れておくと。飲んでみる。いいですか。もう 1年ぐらい入ってるお酒だよ。夜なんか来るわけですか。夜もごくごくしてさ、星なんか見たら。そうか、UFO なんか。 UFO はまあ見たことない。飛んできやしない、こっちは。へー。彼は本当にいい漫画を描いていました。赤い自転車、みかんが川に流れる街、ランタン祭りなど、彼の描く心優しい叙情的な漫画は常磐荘の仲間でも高い評価を受けていました。7000円のところを8時までは6000円のところ。よいしょ。5回ってのは初めてだ。いや、ゾッとするな。
せーの。8000円。あ、もう決まってんの。これであろうと、普通の平地に建てるんだ。また来ましたね。ま、んはいよ。白田。はい、緩めて。おお、軽い。トキワ荘の人たちはね、普段は会わないんですよ。聞くのね。普段は会わないんですけど、何かあるとやっぱり閉められちゃって集まっちゃうんですね。うん、それはもうあの世の中が集めさせちゃうんですよ。もう年だしね。で、僕が一番こう番外でしょ。血が明るいから余計なのね。本当に番外だから、僕が出ると彼らの出世ぶりがこう余計目立つわけなんですよ。つまりコントラスト。何にも感じない。全然感じない。おお、それがね、その辺がね、盛り上がったの。知ってる人は人でね、やっぱり肩凝るんだよね、やっぱり。あ、そうですか。反面会見ればさ、彼は気楽なかもしれないよ。それは言うね。彼らのその最初のスタートを知ってるから、うん、だから今もう有名になった漫画家と会うと差は感じるけれども、彼らの登り始めた一歩二歩っていう時に一緒にいたし、うまいといえばうまい、まあ下手といえば下手だっていうように見れるわけ。今でもやれば負けない。それは負けるよ。25年のハンディっていうのはもう絶対取り返される。それから感覚的にやっぱり少しも違ってんじゃ、捉え方が。だから、まあ、よく言うな、まったく。今は出るところなんですよ。約1時間見ていただけますか。はい、すいません。先生、顔洗いましたですか。洗ってないです。あんまり寝てもいないです。ダメですね。お風呂は入ってますか。いや、入りません。入れないんだもん、入ってると。僕が阻止してるわけじゃないですよ。いや、結局最終的に阻止してるのよ。飯はちゃんと食べてますか。それがですね、今日もカレーご飯を、ね、ここで片手で、な変な食べ方したね。食べたのか食べないのかわからないよね。だって何時までにあげろと言われるとね、食べてる時間ないわけですよ。このぐらいまで入ればいいんだろう。うん、ちょうどいいよ。ぴったり。これはいいのかな、ここ。うん。入ってんだよ。え？これこんだけ。うん、いいんだよ。もうやりたくない。ん？書きたくないって思う。はい、わかりました。書くの飽きちゃった。じゃあ、私やります。書くの飽きちゃった。塗りたい？いいね。何もしたくない。塗りたい。はい、じゃあ、とりあえずお疲れ様でした。どうも。いただきます。じゃあ、失礼します。19歳。宇土くんは漫画家を夢見て故郷の九州から東京にやってきました。自分の漫画をこれから編集部に持ち込むところです。かなり線なんか結構使えるんだけどさ、もう一方だよね、あの連載とかさ、読み切りで本に載っけようっていうには、はい、うん、これを毎日食べてるんですね。はい、まあ時期ね、本当プロになってさ、はい、こういずれ先生になるとですが、やっぱこういう生活から、いや、それは脱皮したいですね。脱皮したい。連載持って、はい、頑張ろうよ。うどまんぶくんは赤塚賞に応募しました。
作品名はパロパロ。昭和55年度第12回高塚賞に応募されたド・マンコの歌と、こう漫画だからね、それをこうギャグに包んで相手を痛い目に遭わせるっていうね、そういう精神をね、あなた持ってるってことで僕は非常に高く評価して、これからもね、やっぱり頑張っていただきたいと思いますし、今日はどうもおめでとうございます。大丈夫か、どうも頑張って頑張って。うどまんぶくん、これでデビューしたわけなんですけど、しかしまだまだです。みんなでね、応援してあげてくださいね。というわけで漫画の世界駆け足で見てきたわけなんですけど、どうです皆さん、思ったよりすごく厳しい世界でしょ。でもね、本当に好きな道だったらそのことにかけて生き抜くってことは素晴らしいことじゃないかと思います。新潟県四つ郷村中学校卒業ね、このぐらいの教科書があるとするじゃない、このぐらいしかできないんですよ。なぜかって言ったら農繁期ばっかりなんだもん。でそこを出てね、いきなり東京出てきてさ、中学校だよ、新生中学だよ、高校行ってないんだから、漢字もろくろくしないね。それがね、東京出てね、ああいう天才連中とね付き合ってね、まともに付き合えるわけがない。焦ったなあの時は本当に。それからね、僕の人生が始まるんですよ。だってあの頃さ、何アビコがね、チャーチルの回顧録なんてのをね、テープに吹き込んでね、音楽入りでね、伴奏の音楽入れてテープでやってるわけ。それ聞いた時はね、僕は驚きましたね。これでフーちゃん、これはね、違うなってね。フーちゃんはスタインベルグの本持ってたしね。インテリだったんだよ、ね、俺まだあれ返してないわ。あれどっか売り飛ばしたんじゃない？いや、ある、ちゃんとあるの、うん、うどまんぶってご存知ですか？うどまんぶ、人の名前は、うどまんぶって。知らない。去年の、前期の赤塚賞の佳作になったの。パロパロっていう作品で。なんだ、自分の賞じゃないか。自分がやった賞ですか。漫画界のことをパロってやつ、少女漫画家を切る。そうでしょ、少女漫画の世界をパロディにしたやつでしょ。覚えてます。うん、だからいいセンスしてますよ。チラッとね、少しね、光はあるけど、だけどやっぱもっともっと頑張った方がいいと思うな。大した才能じゃない。まあまあですね、波ですね。知らなかったんだ、結果が出るまで赤塚賞に応募されてるって。全然知らなかった。いや赤塚賞にね、入れといてね、入ってよ。あ、そうですか。連載の予定かなんかがあるわけ？全然ない。でもジャンプで入選したでしょ。うん、まぐれやね。誰から書いてないわけ、あちらには。うん、恋愛漫画書けないから。一日この下宿で一人で漫画を書いてるんですか？うん、大体そう。遊びながらやれるから仕事。じゃあ書いてるのが面白いわけ。うん、遊びと一緒だからね。でもさ、いつまでこの生活を続けようとか区切りなんて考えてない？うん、どうでしょうね。90年の初めに80年代の漫画を振り返ってみれば、一体どういうことが起こってるでしょう。またどういうふうに漫画が変わっていくでしょう。
まあ我々が、まだ全然皆目わからないわけなんですけど、まあそれとなくわかるということはですね、一応まあ漫画がこれで最盛期を迎えて乱熟期に入ったと、この乱熟期がですね大敗期に向かうか、もしくはルネッサンスに向かうかの瀬戸際であるということだけは言えると思います。現在デビューする人たちが90年代になってもまだ書いていて、しかもベテランで我々の後を継いでいるという時代になってほしいし、さらに漫画が多種多様化してもっと素晴らしいルネッサンスおよび発展期を迎えてなければならない。ご苦労様でした。おめでとうございます。これすごく面白かった。これはね、ちょっと近来にない、僕は大好きな。東京へぜひ来てみてください。お願いします。まあ、あんまり東北の人からね、その出る人ってのは少ないんですよ。石森章太郎先生がちょっとその後継ぐ人としてさ、はい、頑張ります、ね、お願いします。あと一作見せて。あ、そうね、ぜひね、一つお願いします。華やかなスポットを浴びて漫画家がデビューしていきます。昔と違い現在は新人漫画家の登場に幅広い舞台が与えられています。僕たちが浮き輪荘にいた頃は新人漫画家にこんな華やかなライトが当たるとは考えてもいませんでした。しかしそれだけにデビューするのは割と簡単でも、その後漫画家としての地位を維持するのは大変です。漫画道を選んだこの若い人たちが5年、10年、20年と漫画を描き続けてほしいと祈らずにはいられません。ノックアウト合同会社、息子がいるわけでしょ。それとスカウト二人だよな。いいねな。でどうなる。だからこの辺は普通の家庭内暴力で弱い親父という感じで運んでるんですね。だから家庭内暴力にも困ったっていうね。いいんじゃないかなこれでな、よしこれでいこう。これはなかった。これはなかった。東京で来て初めてラーメンというものを食べたのはここのラーメンだから。そうだ。あったとしたらこの辺りよ。ね。もっと先ってことないよ。うん、多分この辺だよ。これが目白映画の後とか。僕たちは自伝漫画漫画道の取材で常盤荘の周りを歩くうち、どちらともなく取り壊される前に一度常盤荘にみんなで集まろうという話になりました。あっちの方よね。あっちか。多分品町の駅は西武線の。うん、おそらく。まるで思い出さないな。早くこちらへ来て一緒に漫画を描きましょう。アパートへ越したらその日のうちに挨拶回りをすること。14号室へ引っ越してきました。どうぞよろしくお願いします。
と言えば十分です。自炊するんでしたら自炊道具がいります。鍋、中小、計2個、アルマイト、米を炊くのと味噌汁用、フライパン、中、僕たちは寺さんこと寺田博夫が引っ越しの時にくれた長い手紙に感激しました。トキワ荘の部屋が開くたびに同じ志を持つ漫画家の卵たちを入居させたのは寺さんでした。寺さんはただいい漫画を描きたいと純粋に思っている仲間だけを選びました。これは単純で厳しい選考基準でした。とにかくトキワ荘に入れたものはそれに合格したわけです。僕らの時は総時代、部屋代を払えないこともしばしばでしたが、毎日誰かの部屋に集まってお祭りのような日々を送っていました。今あの時は総時代を思い出すと懐かしさに胸が熱くなってきます。漫画をこう熱中して描いてるともう時々ほんの瞬間なんだけども、その自分の描いた絵ができすぎてる時がある。それで自分でもびっくりするような時がある。それもうものすごくこう嬉しくなってくるですね。もう100万の見方を得たような気持ち、もうたった一人でもうそう思うんですね、画面の上で。それがあるから漫画やめられないですね。すいません、80万ぐらいにしてもらって。何やってるの？昔のね、懐かしい昔食ったものをさ、再現しようって言ってた。二つぐらいでいいんじゃないかな。何やるともいいね。うん、たまらないか。うん、あんまり切れないから今はね。昔ね、よく食べたんですよ、これ。昔から今も入れますよ。ね、いいだろう。はい、10円でしょ。370円です。あんまり変わってねえの。昔は30円です。30円だよね、前。昔は30円。すごい、昔。ある。おめでとうございます。どうも、どうも。台所がすごい。あまり変わらないよ。同じもの。ねえ。これも当時のこのままなんだね。こんなに狭かったかね。俺が狭かった。イメージには広い感じしてたんだけど。そうだね。うん、石盛りここで貸したから。ここで貸して。水浴びしたんだから。これは。うわ、どうも。あ、先生、フラート。すげえな。どうも。ありがとうございます。テラさん。テラさんが見えない。ああ、惜しい。テラさんがいなきゃ。今なんか見えたんですよね。
どうも。いやどうも。学生さん？そうです。まあ、しかしやるだね。僕はそこ冊子ぐらいに変わってると思ったけど、全然普通元のままなんだね。変わってませんか？変わってないですね。あそこよく飛び降りたんだ。編集の人が来たって飛び降りた。この穴のいくつか僕が開けたんだね。原稿貼ったんだよ。そう、ちょっとどれがどれかわからないけどね。で、編集の人がこんじょ座ってね。これ下森のとこだな、ここはな。下森の部屋。彼だけ二間持ってたんだよね。なんか知らないけど。昔思い出すね、こういうの。いや、時はその住人の、なんだ、過去と未来のために。編集部にいて児童漫画の第一人者 T 先生を担当してた。連載原稿の締め切りもギリギリに迫った頃、やっとアパートにいらっしゃる先生を発見し、その日の午後から仲良しの仕事にかかっていただくという約束で意気揚々と社に戻り、編集長に報告しました。ところがです、編集長はこの道で苦労を重ねてきたベテランの牧野武郎氏、それは危ない、なぜそんなとなられ、慌てふためいて駆けつけた時は後の祭り、案の定先生の姿は影も形もありません。別荘をかき下に帰ると、すぐ隣の旅館で先生の行きそうなところを探せというので、電話帳で早速めぼしいところを片っ端から電話をかけました。十何件目かにかけた時に、あったあった、京橋は地下のメトロホテル。それっとばかりに駆けつけて、ホテルのロビーで待つこと2時間余り、ついに先生に会うことができたのです。しかも宝塚行きの切符を持った先生。その時の嬉しさ、刑事が高飛び寸前の犯人を出会った気持ちでも言いましょうか。ところが先生は、また捕まったかと優しい笑いを渡して。これは面白い。何だったんだっけ、ね、新人マガジン、随分大勢あったんだけど、マガと卵、うん、いや、俺たちみたいよ、これ。あ、そうか、新マガとだけ、あれ石森か、あんな俺もかとかね、うん、あ、そうそう、俺だよ。あら、恥ずかしいで、やっぱこう、二十歳ぐらいの時だよね。俺と、うん、すごい、ズボン履いてるね。ね、ズボンだったよね。すごいね。これしか娯楽がないから、ね、これで十分満足する。そういう時代だったんだな。昔の肉なしキャベツついた。そう、何にも入ってない。キャベツだけ。え、いや、味ついてます。ちょっと食べて。塩味ついてる、うん、塩した塩コショウだけ、これ。そうです。うまいもんだね。食べたいね、これ。よく食べたな。こればっかり。キャベツが一番安かったの。そうなんだね、結局。で、ほら、あのね、石森ね、うん、ほら、あの前、ほら、通ると必ず、あの、市場のおばさんがさ、お兄さん、キャベツ入るよ。そうそう。キャベツあるよ。そうだ、恥ずかしかったんだな。来るような気はいつまでもしてたんだけどな。ね、それでね、変なこと言うんだよね。いつまで生きられるかわからんしな。うん、だからその辺がね、俺すごい心配してる。ね、心配になるんだよね。いや、手紙でもね、時々ちょっとね、なんか気がかりだね。変な手紙来る時あるんですよ。バカに弱気になっちゃうね。ね、
昔の寺さんからは想像できないようなね。トキワ荘の仲間のリーダーでみんなが敬愛していた漫画家寺田博夫、彼は15年前突然ペンを降りました。人気絶頂だった寺さんがなぜ漫画を描くのをやめてしまったのか僕らにも分かりません。いい漫画が受けないのはおかしい。受けないのはいい漫画じゃないかもしれないんで、でもただ受けるかとか売れるかという基準でいい悪いを判断はできないと思うんですよ。スポーツマン金太郎の場合はサンデーで5年書きましたからね、最初の 1,2 年と後の方の 1,2 年じゃもう雑誌が随分変わってるはずです。その傾向が僕はすごく嫌だったんで、そう言ったらサンデーには悪いけどね、サンデーだけじゃないんで、サンデーなんかまだいい方なんで、だから今度この本を作るっていうのは僕がこういういい本があったんだということを知ってもらいたい、今はないねということを知ってもらいたいから出すわけで、だから僕の心の中では漫画に対する気持ちも雑誌に対する気持ちも一貫してるわけです、最初から。寺田さんが常盤荘にみんなを集めたのも、ね、そういうことを考えて、まあ相手を選んだっていうことで言えばそういうことはあるでしょうね。その選球眼というかそれは確かだったですかね、今思い出して。別に確かだったとは思わないですがね、みんながその何から何まで純粋に子供のためにいいものを書こうと 100% 思って書いてるなんとは思わないんで、どういうふうに書こうとその人は自由だけど、でもやっぱりまあマシな方じゃないですか。トキワ荘はまだありますよ、行ってみようという気はありませんか。今のところないですね。別に見たいとは思わないですね、もう頭の中にあるから。この世界で10年頑張れる、もしくは作品をね発表し続けるっていうことはもうすごい奇跡に近いね。赤塚不二夫さん知ってる人？知らない嘘つけよじゃあね、石森章太郎さん、これはもうみんな知ってるね。じゃあ手塚治虫さん、これはもう神様ですから知らない方がもう無理だじゃあね、寺田博夫さん、お知ってる人がいるな、あんまり知らないね、やっぱりね。最近あの作品あんまり発表してないみたいだけども。じゃあね、藤子不二雄さん、これはもう最近ドラえもんでもう有名だから、水野秀子さん知ってる、やっぱ女の子はみんな知ってますよね、じゃあ森安直哉さん、もしもし、私森安と申しますけども、漫画を見ていただきたいと思いまして、はい、近くまで来てるんですけど、はい、そうですか。これで何、何冊入ってるんですか。いや、これ1本なんですけど、戦前のですね、その小作農の子供が、まあ、兵隊行って死ぬまでの、もう18歳で死ぬまでの話を、まあ、特訓なんですけどね。そういう、こう最近とは随分こう、はい、漫画の表現っていうのかな、はい、あの話作りも、はい、それから絵のあれですね、はい、随分変わってきてるんですよね。はで、いかんせんちょっと長く
長いからね、ここで全部でどうのこうのってちょっと時間的にね、300円でも全部変わりますからね。変わりますね。ちょっとお菓子を出かけるところもありますんで。20年かかれたんですか？11年で。あ、十何年。はい。よく分かってんですけど、元その一緒に暮らしてた人たちと二十数年のギャップがあるわけですね。私は他の職業に。だからその間がもう何と言っていいか、空白というか何というか、もうそのギャップはもう絶対ダメだと自分では諦めてあるんですよ。でも諦めるに欲しい作品だよね、これ。はっきり。もう僕は意外だなと思ったのは、そのそういう言い方失礼だけども、絵ってのはね、意外に今一生懸命でね、今売れてる人自身がね、やってるよりもね、すごい構図いっぱいあるんだよね。あ、そうですかね。うん。で、それが素朴に例えばその見慣れる見慣れないとかね。そういうことなのかもしれないけども、まあ、そういうことでやってみましょうよ。はい、本当にと。いや、ちょっと時間かかるかもしれませんけど、はい、11年やったんだからね。いや、あと6ヶ月かかろうかなんだろうか大丈夫でしょ。はい。じゃあ、すみません。ご指導お願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。書きます。やります。いや、確かにもう本当に絵ね、上手い人はもう上手い人にね、やっぱり手伝ってもらって、なんかこのこれやりたいです。やっててよかったと思いますね。僕たちのトキワ荘は近いうち跡形もなくなるでしょう。しかし25年経ってる今もトキワ荘の仲間は全員漫画から離れられないでいます。もう第二のトキワ荘は現れないような気がしてなりません。はいよっ。